ロジェストベンスキーは月の裏側にある巨大なクレーターであり、月の北極点のごく近くに位置する。金属蒸気中の光の分散を研究したソビエトの物理学者、ドミトリー・セルゲービッチ・ロジェストベンスキーにちなんで名付けられた。ロジェストベンスキーの東の周壁にはエルミートが接しており、ロジェストベンスキーの南西の周壁にはプラスケットが接している。プラスケットは ロジェストベンスキーの内側にわずかに入り込んでいる。ロジェストベンスキーの南にはポアンソが月の北極を挟んだ反対側にはピアリーが存在する。ロジェストベンスキーはその大きさから周壁平原と呼ばれる。ロジェストベンスキーの周壁は激しく崩壊しており、角張った輪郭をしている。南の周壁にはロジェストベンスキーよりも若いクレーターである。 ロジェストベンスキー系が存在する。クレーター系は他のクレーターに比べて平坦であり、中心球はロジェストベンスキーの中心点から西に外れている。ロジェストベンスキーのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。